はい、こんにちは、山田と申します。先ほどね、どこにおるかというと、これ、三重県鈴鹿市の高岡町だったっけ、大桑に来てます。あの、旧道の方ね、旧道の23号の方の、まあ、伊勢街道とかって言った方が分かりやすいか、こっちが旧道だったっていうのをもう知らない人の方が多いのかなっていうところですけど、あの、大井沖のところからね、分かれてスーッと入ってって、鈴鹿の市役所の前とか通っていく、あの道のところですね、あの途中にある大桑のところですね、あそこの方に寄っております。今日ね、何をやっていこうかというと、当初の企画名なんだったっけ、伊勢鉄道完全制覇の旅っていうね、もうそのまんまの企画なんですけど、伊勢鉄道、乗り乗り伊勢鉄切符で行く伊勢鉄道完全制覇の旅だ。ちょっとなかったらしいタイトルですけどね。うん。だから、これの動画の1週間前かなに上がってると思うんです。先週の動画で、ノリノリ伊勢鉄切符を買ってみようって、今スマホでね、全部デジタルでできるようになってるということでね、それを使って行ってみようみたいな動画を撮ろうとしてたんですよ。撮ろうとね、いうことでね、そうで実際に買ってみたりとかやってたんですけど、じゃあ実際にね、乗ってね、ちょっといろいろ伊勢鉄道のところ回ろうと思ってたんですけどね、今日日曜日なんですけどね、土曜日からね、もう朝一からね、それをね、撮っていこうと思ってたんですけど、どこまで話したっけ、ちょっとすいません、 LINE が飛んできとってね、そういう返信、しておったら、伊勢鉄道完全制覇の旅っていうのをね、やろうと思ってね、そう、土曜日の朝一から動こうと思ってたんですよ。ところがですね、これ夜勤明けだったもんでね、ちょっと言うとね、仕事のね、その夜勤の明けっていうのを借りないもんでね、さ、朝から一から動こうかなと思ってたんですけどね、なんと起きたら夕方の5時と、いうことだったんですね。まあ、完全に13時間ぐらい寝落ちしてたのかな、完全にダウンしてましたね、っていうことで、ですね、さすがに夕方の5時から撮り始めてもなということで、日曜日に回したんですけど、日曜日のね、で、やかにこれ、日曜日もちょっと、ちょっとね、最近仕事が忙しくてね、まあ、簡単に言うと、なんて言ったらいいのかな、忙しいって言ってたらもういろいろあるじゃないですか。そのね、なんて言うの、時間がすごく長くなるとかっていうのもありますし、まあいろいろとね、あったりするんですけど、今回のパターン何かっていうと、もう単純に体力の消耗が多分人生でマックス。配送業の、ゆうパックね、配っとった時の12月。まあこれお歳暮の時期なんですけど、ゆうパックとか、その、配送業、多分ヤマトとかもそうなんですけど、12月って一番荷物の量が増えるんですよね。12月よりも体力使いましたからね。勤務時間はね、実はね、ギュッてなってるんですけど、ギュッとなった分、単純にむちゃくちゃ、力仕事がね、に特化するような形になったんで、結果的にね、さすがにね、体力つきましてですね、それもあって、この2日間で20時間寝たのか、土日で20時間寝たの、っていうね、爆睡をかました結果ですね、やべえ、昼からちょっと、おいおいおい、取りに行こうと言ってね、取りに来たんですよ。そしたらですね、まあ、見事にちょっと時間を読み間違えておりましてですね、まあ、最初はその伊勢鉄道ですってことで、河原田駅から取ろうとしたんです。河原田駅から取ろうとしたんですけどね、駐車場に止めようかな、駐車場はコインパーキングどこにあったようなというのでね、わたわた、あれどこに止めてたらいいんだろうみたいなので、わたわたしとったら、なんと電車がね、ピューと行ってしまいましてですね。で、これ伊勢鉄道さんね、一回行ってしまうとこれ1時間に1本なんですね。丸1時間待たねえといけねえじゃねえかということになってしまって、これはまあまずいと、いうことでですね、今大桑に来てね、とりあえずなんかちょっとおにぎりチャレンジとかね、今ショーツ用の動画とかのやつの、題材ね、大桑のね、やつで買ってきてね、まあ昼飯ももう今1時半なんでね、もう昼飯もここで食っちまうっていう、ターンなんですよ。そのついでにもう、なんだったっけ、チャレンジ企画系のね、やつにしてしまうという、ことでね、それでまあ、なんかこんなチキン温玉丼ってね、売っておったんでね、よいしょ。いやー、全然飛んで見えねえじゃん。これね、チキン温玉丼っていうのが売っとったんで、よし、これでいいやっていうのね、とかをね、やっておったらですよ、もう物の見事にね、こんなことでございますよ。やん。わかるかな？雨がね、
バッタバッタ降ってきやがりましてですね、もうね、踏んだり蹴ったり、で、なうって感じですね。っていうことなんでね、とりあえず、これ、伊勢鉄道乗ってどっか行くあれにできるのかなっていうのも怪しいところですけど、とりあえずね、これ食べるね、やつをね、パッと取ってね、次の動画につなげていこうと思います。よいしょ。また中来た。で、LINE 返信やっとったら、時間やないの。あらあらあら。ってことなんでね。どうしようかな。こっからどうしようかな。とりあえずね、食べる動画撮ってこう。だからそう、写真を撮らなあかんねんけど、スマホでね、写真を撮りたいんやけど、LINE がバカバカ飛んでくるもんで、写真が開けねえんないのね。うん。よいしょよいしょよいしょ。あ、足もらってくるの忘れとった。いや、どっかで転がっとるやろ。まあ、早速ね、よしよしよしよ。食べてね。温玉乗ってんだ。やった。早速食べる動画をね、撮っていきたいと思います。よいしょ。まあ、こんな感じでね、最近は飯をね、食う様子をね、撮ったりしながらやってるんですけどね。なんか、嬉しいのか悲しいのかよくわかりませんけど、こっちの動画の方のが、再生数10倍近く入ってるんですよね。10倍で聞かないときもある。からね、なんかちょっと悲しいような、なんか、っていう気分ではありますけど。まあ、伸びてるんでね、こっちの動画も増やしながらね、やっていきたいなぁと思ってるんだけどなぁ。ぶっ飛んでた。とかってやっとったら、もう、あれやばいやん。時間や。あれ、何分やったっけ？あ、やべえ、もう電車来るじゃん。この後は鈴鹿駅の方行こうかな。河原田よりも、もう鈴鹿駅とあんま変わらんからね。鈴鹿駅、確か駅前に駐車場ありましたよね。そっちの方から行ってみましょう。じゃあ、ちょっと予定変更でね、行ってみよう。お